はい、今日はコトリンと一緒にね、うん、あ、コトリンじゃない、コトネ先生と一緒に、ね、はい、なんか一人で喋ってると、うん、もう顔がいつの間にか真顔になってて、うん、目が死んでるようになってたんで今日はコトリンにね来てもらって、はい、うん、はい、やっていきたいと思います。で、子供たちのことをねいろいろ喋ってきたけど、うん、ずっと気になってたのが、うん、発達障害とか、うん、グレーゾーンっていう話なんだよね、うん、まあ、3割ぐらいね、うん、グレーゾーンですよなんて言ってる学校の先生もいるらしいんだけど、うん、僕が見てきたグレーゾーンなんですとかね、うん、発達障害なんですとかを言われてる子どもたちを見た時に、うん、何か問題あるかなっていう感じがして、うん、なんかすごく人懐っこくて、うん、いい感じの子だったりとか、うん、なんかこうマイナス面が別に感じられないっていうかね、うん、それで、まあ、僕専門家じゃないから僕がこんなことを言ってもね、うん、あなた誰なんですかみたいな感じになっちゃうと、うん、うん、良くないので、うん、ちょっとねこれ紹介したいんだけど、後で概要欄にね貼っときますね、うん、でまず養老孟司先生、うん、なんだっけ、脳科学だっけ、うん、ね、養老孟司先生が言ってること、畑にいれば発達障害は障害にならない、うん、畑に連れてってしまえば多動もクソもないよって言ってると、うん、結局置かれた状況次第だと、うん、教室の中だと多動が目立つけど、うん、畑だったら全然目立たない、うん、まあ、つまり、うん、管理された空間で、うん、こうじっと座って黙ってね、うん、静かに先生のお話を聞いてくださいとかね、うん、授業中友達と喋っちゃいけないですよとか、うん、席を立っちゃいけないですよっていう、もう管理されすぎた場所にいるから、うん、まあ、多動だねとか授業受けられませんねとかね、うん、発達障害だとか言われるだけであって、うん、畑にいたら発達障害なんて障害はないですよって言ってるわけ、うん、ね、うん、それで、だから農業やったらいいんだっていうね、うん、ことだよね、うん、そして、まあ、農業やったらいいっていうかそれは極端だね、うん、農業だけじゃなくて、うん、あった場所があるってことだよね、うん、まあ、例えば僕も多動なんだよ本当はね、落ち着いて見られるかもしれないけど、まあ、わかんないけどどう見てるかね、うん、一つのことをもう何時間もやるとかできないわけ、うん、だから昔ね、デスクワークやってた時は、うん、もうじっとしてらんないから、うん、もう自分でコピー取りに行ったりとか、うん、まだそんなに行きたくないのトイレ行くとかじっとしてらんないのね、うん、で今もそうで、うん、家で仕事してて例えばこれ4時間あれば終わる仕事だなっていうのを4時間できないわけ、うん、1時間できるかもしれないし30分しかできないことも、うん、で30分しかできないと8日かかるわけでね、うん、そうだから多動なんだよ僕もね、うん、で多動って問題ですかっていうとだから一日中座ってなくちゃいけない管理された職場だったら問題だけど、うん、まあ、自分で仕事をね組めるとか、うん、デスクワークじゃない仕事やるとかやったら全然問題じゃないわけね、うん、そしてもう一人ねこの方がこの方すごい方岩波明先生、うん、ねすごいんだよ2015年から昭和大学附属烏山病院長としてADHD 専門外来を担当、うん、ね、日本で初めて ADHD 専門外来を立ち上げた医師として知られるという、うん、もうめっちゃね専門の先生だよね、うん、でこの方が言ってるのが小さな自営業が減ると発達障害が増えると、うん、小さな自営業が減るっていうことはどういうことかっていうと、うん、大きなね、携帯の商業施設になると、うん、でそういうところでは、うん、もう管理されてるから、うん、なんていうのその働く人のさじ加減で何かできるっていうのはないわけよ、うん、ね、うん、もうこの時間にこれだけやってくださいみたいな、うん、まあ、例えばコンビニのね
店員さんがもうレジに並んでるのにぼーっとしてるわけいかないじゃん、うん、でも個人事業小さな自営業ってさ、うん、あのなんか商売なのに、うん、来たお客さんと楽しく話し込んじゃってるとかさ、うん、まあ、いろんなあるわけだよね、うん、だからそういう小さな自営業が減ってしまうと、うん、発達障害は増えると、まあ実際は増えるんじゃなくて、うん、目立つようになるっていうことなんだよね、うん、そうそう。そしてこれが僕も本当にもう膝をもう叩きまくってこう、うん、あの膝骨折しそうなぐらいね、これがもう発達障害は病気ではなく脳の個性で治すべきものではないと、うん、ね、ということをこの方が言ってるわけですよね、うん、つまり病気じゃないって言ってるの。医師が病気ではなく従って治すべきものではないということですと言ってる、ね、うん、生まれつきの個性だから脳の個性だから、うん、治ることはないし、うん、基本的な特性は変わらないと、うん、そして発達障害について学ぶ方にはまず発達障害という疾患はないということを分かっていただけたらと思いますとこう、うん、はっきり言ってるわけよね、ね、うん、なんかこの辺の捉え方がなんか世間一般で違うような気がして、うん、発達障害だって言ったら悩ん で発達障害なんかまあ治すなんとかみたいなのもよく見かけるよね、うん、でもこのね専門の先生は、うん、そんなものはないって、そういう病気はないって言ってて個性だし、うん、あと学習障害って、ね、呼ばれる、うん、なんかこれなんて読んだ、限局性学習症、知的障害でよく混同されますが異なる概念で IQ は必ずしも低くないですよとかね、あと、他のこれ養老孟司先生が言ってたのかな、うん、昔は地域にちょっと変わった子がいたんですって、うん、いた確かに、うん、ちょっととっても描写しにくいから言わないけど、うん、いたよ、ね、うん、それが今はすごく分けられちゃって、うん、ね、あの子供時代だったら養護学校とかね、うん、働く職場もそうだとかね、うん、だからフラフラ歩いてたりしないっていう意味で分けられちゃって、うん、もう管理されたきっちりした社会になってきちゃったから、うん、そういうちょっと変わってるねとか、うん、そういう人が認められないで、うん、ね、なんとか障害って言われるようになってきちゃったと、うん、うん、だからなんか本当に悩むべきものじゃないんじゃないかなと、うん、まあ、程度によるかもしれないし人によるかもしれないけど、あの高城剛さんもこの間言ってたよ、僕は多動だけどハッピーで元気なんで何も問題ないですって言ってた、うん、僕もそうだよね、だ多分なんか僕が今のまんま小学校とか小学生とかだったらなんか言われちゃってたと思うよね、うん、あ、多動ですねとか診断受けてきてくださいとかね。でも今ね子供だったら確かに僕も悩んだかもしれない、親も悩んだかもしれないけど今僕は子供じゃないから、いや別にそういう人だからしょうがないよねっていう、うん、自分がね、うん、ですごくまあ、この子供のねお話は僕が今度本を出すそれに絡んでシリーズ化してるみたいな感じでやってるんだけど、将来が楽しみすぎる、子供が自分の人生にワクワクするようになる子育てということでね、これは去年の8月に書き始めたのね。そうしたところ10月にツイッターで衝撃的な投稿を見たのよ、ね、うん、で1枚は診断書、うん、医師の診断書、うん、で発達障害とか書いてあるわけ、うん、でもう1枚はダムを見下ろす写真、うん、しかも僕のふるさと栃木県のね、うん、北の方の、うん、で、もうこれ以上悩みたくないですと、うん、皆さんさようならって言って、うん、飛び降りちゃったわけよ、うん、ダムのね、う
それでだから発達障害を苦にしてってことだね、うん、でその子は二十歳前後だったと思うけど、うん、バイクで日本を3周ぐらいしてて、うん、しかもそのツイッターの他の投稿にあったけど高校時代のバク転してる動画とか載ってて、うん、で日本を3周しても無事故無違反ですと、うん、ね、うん、ということはすごく注意深くてバク転をなんか2回3回ね続けてできちゃうぐらい運動神経が良くて、うん、しかもいつもいろんな人に対する感謝の気持ちをツイートしてて、しかもイケメンで、うん、その子の子って言っちゃいけないかもしれないけど、うん、成人してて、その男性の撮る写真が、うん、もう信じられないくらい美しかった、うん、で運動神経が良くて注意深くバイクで旅をできて、うん、みんなに感謝してて驚くような美しい写真を撮る子がね、うん、生きていく術がないわけがないと思った、うん、で僕は本当に悔しかった、そのツイートを見た時に、うん、ね、もうそれその時知ったからね、あ、知ってたあの子は亡くなっちゃったってことではないけど、うん、本当に残念で悔しかった、うん、だから診断が出てるから診断はそうなのかもしれないけど、100歩譲ってそうだとして、うん、ね、専門家の言ってる人はそうだとして、そんなに問題かなって思っちゃう、ね、うん、で問題ないよって言ってる先生方もいるわけ、さっき紹介したようなね、うん、あとこれもね、ちょっと記事探して見つからなかったんだけど、もう発達障害ブームですって言ってる専門家の人がいて、うん、で発達障害に対するこの診断とかをしてるお医者さんなんだけど、大人の人がたくさん来るんだって、うん、で半分ぐらいは発達障害じゃないんだって、うん、ね、だからブームになっちゃってて、なんか逆に発達障害だと思いたがってる大人も結構いる、うん、まあ、それによってきっと、あ、だから自分はダメなんだ、しょうがないなってこう安心する人もいるみたいなね、うん、うん、でも本当ちょっと捉え方を変えなくちゃと思ってて、うん、ね、お医者さんが言うんだったら障害は障害でしょう、でも問題かなって、うん、ね、病気じゃないよって、疾患じゃないよってね、うん、治すもんじゃないよ、個性だよって言ってる専門家の先生がいるわけよね、うん、そういうふうにやっぱりみんな、ね、捉え方を変えなくちゃいけないなと思ってて、うん、うん、まあ、僕は身体障害者手帳を持ってるから身体障害者なわけね、うん、紛れもなく、うん、その手帳の恩恵に預かるときは、うん、足不自由なんでっていう気持ちでね使わせてもらってるけど、うん、普段そう思ってないわけ、うん、なんでかっていうと、いや僕は左足が動かないんで装具をつけてます、うん、ね、でも小鳥も目悪くて眼鏡かけたりしてるじゃないって思うわけよ、うんうん、目が不自由なんだよねって、うん、で眼鏡したりコンタクトしてるんだよねって、うん、それで毎日悲しいですかって、うん、悲しくないよね、うん、別にね、うん、悲しくないと思うんだよね、うんうん、なんならね、ここ10年か15年ぐらい前からね眼鏡ブームっていうのがあるからね、日本だったらね、うん、眼鏡だって嫌じゃないっていう風になったよね、うんうん、でそういう人たくさんいるじゃん、うん、ね、だから僕も足不自由なんですよねって言われたらそうだし、うん、あ、身体障害者なんですねって言われたらまあそうだけど、そういう意識はないわけ、うんうん、でその意識の違いって、あ、自分は、ね、足不自由で大変だな、辛いな、悲しいな、人と同じことできないなと思って生きてるか、ね、まあ装具つけたら歩けるし、ね、目が悪くて、ね、眼鏡かけてる人もたくさんいるし、他にも足不自由で杖ついてる人もいるし、車椅子の人もいるし、寝たきりの人もいるし、うん、まあ、いろんな人いるけどみんな生きてるよねっていうね、うん、で空イコール身体障害者じゃないわけよ、うん、空イコールってあえて言うんだったら、いや、こういうことは
やってる人ですよとかね、やりたいと思ってる人ですっていうことなんでね、うん、うん、まあ、そういうわけでちょっとね、この10年沖縄住んでるけど、もうグレーゾーンでとかね、発達障害でって話をものすごく聞いたんだけど、うん、まあ、そうだとしてもちょっとそのことに対するね、うん、捉え方を改めたらいいんじゃないかなというね、うん、お話でした、うん、はい、ということで、まあ、僕のクラファンね、もうすぐ終わりなんですよ。7月31日で終わりなので、うん、まあ、それ以降もね、もちろん本買えるんだけど、もうぜひこの機会にね、うん、購入していただいて、クラファンの方から僕が直筆のね一言メッセージを添えて送りますのでね、あとこれも入れちゃおうかなと、その同封してね、うん、思ってるものもあるんで、うん、リターンに書いてないんだけど、うん、そういうのも楽しみにしてもらって、うん、ぜひね、うん、もうシェアしてもらったり、うん、支援してくださいということです、うんうん、はい、ではそういうことでね、うん、はい、それでは、はい。